はい、どうもプロイドです。今回はドリフトチャレンジやっていきたいと思います。最初のエアポートのとこですね。ここで50万ポイントを獲得してなんとかねランキングの上位に入っていきたいところであります。結構自分この空港でのドリフトはやってるんで50万はいくかなと思うんですけど、なるべくねコンボを伸ばしつつそれを維持すると。で今のところコンボの最高のつながりが、まあ、下に書いてあるコンボかけるなんとかっていう数字なんですけど、最高が133だったかな。133まではいけるようになったんで、それを維持しつつミスらないように最後のポイントのね計算まで向かいたいなというふうに思ってます。はいはいはい、ちょっとね喋りながらなんでミスもするかもしれないんですけども、よろしくお願いします。さあさあさあ、今のところのミスですけど、まあいくつかもうちょっと伸ばせた点はありましたね。まあ、そこら辺もねじっくり後で解説していこうかなと思うんで、まずはこちらで走っていくと。はい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 、いいですよ。ちゃんとねポイントつなげられるとこはつなげていく。だいたいねつなげられるとこでプラス300、まあ、車の今横に書いてある数字ですね、あれを300ぐらいまで1回のカーブとかで1回のドリフトですねつなげられると割といいスコアが出るんじゃないかなというふうに思ってます。はい、もう終盤ですが、ちょっと50万円はいかないかな、微妙なとこだね。ここちょっと膨らみすぎましたね、今失敗ですね。ちょっとニトロでカバーしつつここはちゃんとインを取っていく。あそこねアウト取っちゃうとね結構タイムロスになっちゃうんで、なんかインを取っ、おっ53万7000いきましたね。早速50万いきました。ちょっと何回かやってね、もうちょいスコアいきたいね。はい、じゃあさっきのリベンジねちょっとやっていきましょう。さっきね50万ポイント超えて一応目標はね達成したんだけど、なんかねあまりもうちょっとね伸ばそうな気がしたんで、せっかくなら54万ポイントを目標にやっていきましょう。はい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 、はい、これはねもうスムーズにさっさっさっさと、ちょっと膨らんじゃったかな、まあいいでしょう。はいはいはい、コンボを途切れさせることなく続けて早いうちからポイントを稼いでいく。で、クイスラルを早めに抜きたいところ。あー、ちょっと膨らんじゃったかな。射速が高かったかな。あー、そこは膨らんでるじゃない。今のは私のミスですね。ここはインを取って、なるべく早めに抜きたい。よしよし、いいっすよ。スラロームはあまりポイントが稼げないので、できればね、パッパッパと抜けて、こういうところですね。こういうところをしっかり長めに取る。いいっすね。ここもいいポイントなんで、あまりね車が出すぎてここで壁にぶつかっちゃうんで、アクセルで調整しつつね、ここも伸ばして、ここのカーブも雨降ってきた、降ってきてないか大丈夫、いや降ってきてるな、雨ね滑るんすよ。いや突然の雨やめてほしい。雨っていうかこれ雪か、アクシデント起きてますが、なんとか54万いってほしいね。いや滑るな、どんどん膨らんじゃうしポイントもなかなか稼げない。これ大丈夫かな、いや突然の雨やめてほしいな。どうなるかな、54万いくかな、ちょっと微妙だよね。よし、いった。よしよしよし。突然ね、雨降ったんですけど、なんとかね、なんとかクリアできましたね。クリアというか、目標は達成できましたね。よかったよかった。はい、ということで、54万ポイントは達成しました。よかったよかった。どうなるかと思ったんですけどね。でね、自分の今のパーツの構成、簡単に見せていきたいなと思います。でまずはこのようにブレーキはスリッパリー
まあ、ドリフトのあのコンボ数が伸びるやつが今 10% ついてますね。やっぱこれがでかいんですよね。なので今コンボ最大133か、そこまで伸びるのにはこのスリッパリをどんどんいいの、レアの高いものをつけていくといいと。で、ホットヘッド、これがね、あまりね、自分は体感できてないんですよ。本当にこれがポイント上がる要因になっているのかどうかは分かってません。ただ、スリッパリをやっぱりいいのを揃えた方がいいですね。で、これが 10%。で、ギアボックスも 8.4%。で、これがちょっと低いんですよね。ECU が 5.8%。で、モーターコアが 6.8%。これもちょっと低いね。だもう少しいいの揃えれば、もっともっといい得点稼げますね。で、エキゾーストは高くて9.4%。ごめんなさいね。で、サスペンションが 8.6%。で、タイヤが 9.3% と。なので、ECU とエキゾースト、モーターコアだっけ、まあ、そこら辺伸ばしていければいいのかなと。もっといいね、アイテムを揃えれば、多分60万いくんじゃないかなと思いますね。で、あとは、これか。このアイコンポイントっていうのかな。これをどん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 上げていって、ここのゲームプレイのところ。で、スリッパリーもここで 25% 増えるんですよ。なので、ここは必ず25にしてほしいですね。で、上はね、あまりそこまでね、感じられないんで、まあ、ここはそこまで伸ばさなくてもいいかな。でも、できれば25でやった方がいいのかなと。自分はまだね、レベル足りてないんで、ここもポイントが伸びる要因なのかなと。まだまだいけるかなと思うんで、ここも伸ばしていきたい。でもね、やっぱこっち優先で、スリッパリー。もうスリッパリーありきなんで、本当にね、これは伸ばしてもらいたいなと思います。でね、一個これが気になってて、スキルフル。ポイントベースの全スキルのスコアが上昇というんで、これもね、一回これポイントを振り直して、これが25の時と0の時で、どんだけ違うのかなって比較したんですけど、全然変わんなかったですね。なんでこれ何のスキルのスコアが上がるのかがちょっとわからないんで、もう少し調べてから、これも上げればいいのか上げちゃいけないのかってところをね、見ていきたいなと思います。なので優先はこれで。ちょっとね、口うるさくなっちゃうんですけど、スリッパリーをまずは増やすところからやってもらえればなと思います。はい。ということで、一応ね、54万ポイントを達成して、50以内に入ることができたので、まずは良しとしましょう。ただね、今後もいろんなね、ステージとかでドリフトやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。それでは、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。